ツーポーン。これもう世間話なんですけどね。はい。アップルウォッチを買いたいなと最近思ってるんですよね。ああ、アップルウォッチ。アップルウォッチ。はいはい。スマートウォッチです。スマートウォッチ。ええー。リンゴの形をした。違います違います。それもう重いでしょう。パカッつって。マジ。スマートウォッチって言うんでしたっけこれ。無視する。僕のボケをもうなし、なかった。なかった。編集点かのようにね、今やりましたけど。まあ世間話ですからね。そうですか。なんか周りいないですか、アップルウォッチ持ってる人。まあまあ、そんなにこう、よく会う人の中にはいないですね。ああ、いないですか。うん。ちょっとね、何に興味があるんだよ、アップルウォッチのさ。一番はですよ、うん、携帯電話をですね、うん、カバンから出すのがめんどくさいんですよね。はいはいはい、はい、もう常に、うん、結構僕これ iPhone なんですけどね、うん、でかいんですよ。そうですね、これは何 S ですか。 6 プラスという。あ、プラスですね。ああ、マナ娘の写真がバッチリと、でかいんですね。でかいですね、なんで、まあ、これをね、いちいちカバンやらポケットやらね、出すのがね、すごくめんどくさいんですよ。はいはいはい。俺どうしたもんかと。そしたらもう腕にね、つけているやつでこう、まあ、通知ぐらいはわかると。つけりゃいいじゃん、じゃあここにピッと。携帯を手を持つか。いよいよこれもうおかしな人ですよ、これ。なんでだい。いよいよおかしな人なの。いいじゃない、ここにバッと。いやいや。何こう、うん、まあ僕はちっちゃいけどね、とこうあ、それはそれちょっとかっこいいですね。かっこいいじゃない。あ、そうですね。これでもパパパパパパパ。あ、まあ、あ、てかそれかっこいいっすね。パパパパパパ。まあ全然問題ないですね。でしょ？はい。アップルウォッチ。あ、確かに。アップルウォッチ。あ、そういうの売ってるんじゃないですか？もしかして。こう外付けみたいな。外側の。それで行こうよ。外側。それで行こうよ。こうね。うん。それでいいんじゃないの？それでいいっすね。うん。解決？解決しまあと解決したんだ。そうじゃなくてじゃないんや。まあそれでもいいかなって本当に思ってるの？いやちょっとでもそれだったら別に買わなくてもいいんだ。結構するんですよ。そうですよ。一番安くて4万とかアプローチだ。ちっちゃいんだもん。ちっちゃいです。小型化に成功しました的な小ささだぜ、はい、あれ。はい。何ができるのアップルウォッチでさ。まあでもアプリの数はやっぱ極端に少ないですね。でしょ。100ちょっと超えたぐらいですかね、うん、なんかだからメールが来た時にメールが来たよって出たりとか、はい、そうです。通知がしてくれるみたいな、ね、するぐらいでしょ。確かにいらんか。やっぱいらないですかね。何メールだって見れないんでしょ全部メールを。見ることはできます。返信は？返信はどうかな。返信は携帯じゃないですか。まあ要はiPhone と連動させるみたいなイメージですね。うん、そうでしょ。はい。だから大したことねえメールだなと思ったら無視して。そうなんですよ。あ、返さなきゃと思ったら結局出さなきゃいけない。そう、あ、そうか。じゃあいらないっすかね。いやー、じゃあちょっとそのリストバンドみたいなやつ探そうかな。はい、終了。いやでもね、ちょっとないせっかくなんでね、はい、Apple Watch の良さっていうのをちょっと皆さんにも分かってもらおうと、はあ、まあ、僕は持ってないんですけど、はい、まあどんなものがあるのかっていうのをね。こういうことを書いてあって僕は心が惹かれていますって。そう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 なんですよ。で一番使えるかなと思ったのは、うん、GPS がね、うん、内蔵されてるんですよ、うんうんうん、だから、うん、それだけでね、うん、走って、うん、走った距離が分かるっていう。それ iPhone でもできるでしょ。だっていや iPhone は重いからですよ。 iPhone でもできるでしょ。 iPhone でもさ、 iPhone は重いじゃないですか。重い重いじゃないですか。はあ。でこれナイキとねコラボしてるやつがあるんですよ。はい、知ってます。だからそれ iPhone についてるやつでしょ。ナイキとコラボしてるやつがさ、こういうやつですよ。ああ、うん、そのそれ自体が。そうなんですよ。もうナイキナイキフォンじゃん。じゃあそう、これナイキのやつ。ナイキフォン、ナイキフォンどうですか。おお、ナイキフォン、まあまあいいでしょ。まあかっこいいですけど。まあまあいいでしょう。じゃあもう万歩計がついてるさ、
やつをリストバンドで マンポケがついてる時計買えばいいんじゃないの。あ、それがしたいんだったら。何ですか、そのスマートフォンじゃない、スマートウォッチを。お前はまだ早い的な。だからちゃんと効率よく使えんのかっつってんだよ。とりあえず買ってみないと分かんないんですよ、そんなの。買ってみてね、まあ、でもね、シリーズ2っていうのをね、が昨年の9月か10月ぐらいに発売されて、新しいウォッチ、はい、今、まあ、2世代目ですよね。あ、なるほど。シリーズ2っていうんですけど、どうなったんだい。まあ、それで、まあ、前までは GPS すらついてなかった。あ、そうですか。だから、iPhone を必ず持っていないと、あ、そこに、はいはいはい、ね、リンクさせて、うんうん、その GPS を借りてやっていた、うんうん、でも今回は GPS がつきましたから、はい、自分がどこにいるのかすぐ分かる。うん。あとは？あとはですね、生活防水がついたんですね。あ、ちょっとした水は大丈夫だよ。うん、でそれはアップ前のアップルウォッチを持ってた前提でしょ。そうなんですよ。でしょ。そもそも持ってなかったら別に水かかっても大丈夫だからさ。なんかね、レビューとかなんか噂とかそういうのをね、うんうん、ネット上で見てますとね、うん、やっぱ買うんじゃなかったみたいなね、意見もやっぱ多々あるわけですね。多々あるのかい、まあでも、うん、それでもやっぱり僕はね、まあ使える道はあるんじゃないかと。使える道、いやいや、まだ皆さん分かってないんじゃないかと。使える道はだってアプリの開発が全てでしょ。そうなんですよね。その使えないアプリしかなかったら結局使えないわけでしょ。周りいませんか、どなたも。いないっつってんだよ。ないのか。いないっつ、何を参考の人の声を聞こうとして。いやいやいや、やっぱこの生の声っていうのをちょっと聞きたいの。買えばいいじゃない、買えばいいじゃない。高いですよ。いやでもこ一番安くて3万7千。欲しいんでしょ。だって欲しいな。じゃあ買えばいいじゃないの、うん、買ってみてこう後悔すればいいじゃない。それこそ買ってたらまたここで喋れるわけでしょ。お、買いました、買いましたよ。わ、かりました。じゃあ次回まで用意していきましょうよ。これ種類がたくさんあるんですよ。あ、そうなんですか。そのバンドのね、バンドの種類が、巻くとこがね、そうなんですよ。まあ僕は一番安いやつ行こうかなと思ってますけど、ね、あれそうおしゃれしない。いやもうナイキとコラボは、ナイキとコラボはちょっと高いんですよ。高いんでしょ、多分7、8万するんでしょ。そう、そう、いやそれもね4万4千とか。ああ、もうあるんですね。ちょっと高いんです、うん、やっぱ一番安い3万7800円のねゴム製のやつですよ。ゴム製の、ゴム製伸びてビヨンって飛ばないから大丈夫かい。そう、そう、それもスマートです。スマートウォッチなんだから。何と、何言ってんだ。まあちょっとね、うん、次回買いますから。本当ですね。いや、わからん。それはわからんすけど。買えますからって今君は言ったんだよ。買えますからって。結構高いんですもん。それね、1万円台だったら、それはもらってるだろ、君はさ。いや、ね、お給料さ。そんなもん、ね、あれですよ。局から。あれですよ。何？小遣い制ですよ、私は。ああ。じゃあ、ちょっとお出なりしなしたらいいじゃん。そうだよ。アップルウォッチ一緒に買わないかって、一緒に買わないかと、お揃いのアップルウォッチが欲しいんだお前とっつって言ってみたらどうなんだい。そういうのちょっと考えましょう。アップルウォッチこんなにいいんだよっつって、どこにいるか分かるんだよっつって。いや、それはでも大事ですよ。言って嫁に、俺がどこにいるか分かりたいだろ。ああそれいいっすね。うん、うん、そうか。嫁と一緒にお揃いのアップルウォッチを買う高校に行けばお小遣い制から逃れるんじゃないか。ちょっと頑張ってみますよ。嫁をまずね、うん、アプローチ付けに。アプローチ付け。ああそういうことか。アプローチに、アプローチ、いいなそれって思わせる。 そうそれぐらい嫁を説得するぐらいアプローチの魅力を自分の中でまとめてからこの動画をやりなさいってこと。そういうことですね。まとまらないままこれ、まあ次回予告編みたいになりましたけど。なりましたね。まあ交互期待ということで。そうしよう。はい、はい、アプローチでした。アプローチ、おまき場です、ポンポン。